気を抜くんじゃありません。まだ穂先を砕いただけですわ。絶対に負けません、マスター準備ができたみたいだな。行きますよ、アルグレオン。承知。あとは俺たちに任せてください。ビバリーさんの分まで力と思いを示してきます。わかりました。マスター相手に無様な戦いをしたら承知しませんわよ、二人とも。了解だ。頑張ってください、二人とも。ディアンヌは250年前からカルキ隊じゃ。全身全霊を持って挑むがよい。来い、バリバール。来な、オルディーネ。鬼神での退治は攻防本拠地以来となりますか。白き剣、そこに彼女がいるみたいですね。ええ、バリマールも含めて今は話すことはできませんが、二人のためにもこの第三層国何としても乗り越えさせてもらう。全力で行くぜ、聖女さんよ。行きやよし。こちらも手を抜くつもりはありません。両兵を下した実力振り絞りつつ抗うといいでしょう。さあ今こそ決着の時です。行くぞ。せっ、今だ。やり、俺の番だな。せい、そこだ。隙ありだ。そこです。行くわよ。成長しましたね。マイル、セイ、今だ。やり、行くぜ。そうだ、崩れたな。リン、決めるぜ。任せてくれ。行くわよ。
俺の番だな。セーフ。今だ。やり。俺の番だな。そうだ。そこだ。リー、決めるぞ。任せてくれ。よし、掴んだ。50年の研鑽。さすが鋼の聖女。いや、リアンヌ・サンドロットか。見事です、灰と青の起動者よ。これで終わりですね。これで灰は銀の力を手に入れる。紫も取り込んだ今、うまく使いこなせれば必ずや総国を勝ち抜けるでしょう。それでも黒に届くかは賭けとなるでしょうが。おい、あんたまさか最初からそのつもりで。それこそまさか。私は全てをかけて挑みました。それでもあなたたちは私を超えた。最後まで自分と仲間を信じて、ルグイン伯、デュバリーに続いて新しい時代を見せてもらった気分です。マスター。もう悔いはありません。長い、とても長い旅でした。これでようやく。ふざけるでない、リアンヌ。何が悔いはないじゃ、アホが。このまま消えるなど許さんぞ。わらわに相談もせず250年一人だけで抱え込みおった謝罪はどうした。何よりトライケルスの魂を放って一人で行くつもりか。そうですよ、これから戦争だって始まります。もう止められないかもしれない。私だってそれは分かってます。でも大昔の戦争を終わらせた聖女さんご本人なんでしょ。だったらどうかどうかお願いします。もし戦争が始まっちゃったとしても、どこかで止めるのは手伝ってください。死に際を奪われた両兵王とは違う。あなたは長らえることを自ら選んだはずだ。俺ですら追加ステージの最中なのに、とっとと退場は通らないんじゃねえか。孤独な修羅の道ではなく女神への道だって同じことです。私は証明しました。マスターの槍の穂先を砕くことで共にあれる資格があることを。なのにこのまま消えてしまわれたら、あまりに約束が違うというもの。マスターはずるい、ずるいですわ。デュバリー、
参りましたね。彼の魂を継ぐ子らに見取られるなら本望だと思っていたのですが、久しく忘れていたようです。命というものの輝きと尊さを。そうですね、ドライケルス、あなたにもう一度会うためにも。いいや、伝説にはここでご退場を願うとしよう。ご苦労だったね諸君。これにて第三相国は完了。金もさらなる進化を果たせたよ。何をしたのか分かっているのか。せっかくの白金の翼、いらぬようだからもらい受けたまで。七の総国は奪い合い、戦場での油断は命取りということさ。じきに現代の対戦も始まる。伝説が退場するには良き頃合いだろう。あなたという人は！すでに夜は明けた。ほどなく兆しも現れ、明日にはヨルムンガンドが開始される。すべての戦略準備は完了し、あとはバンダイク元帥にお任せした。私は閣下たちと最後の舞台で待つとしよう。決着を楽しみにしているよ。最後の舞台、一体。ルーファス卿が一枚上手だったようですね。マスター！その傷は俺の時と同じ。リアヌ待っておれ。今いいのです、ロゼ、もう間に合わないでしょう。親は子に嘘をつくもの。ごめんなさい、デュバリ、アイネス、エンネアも。こうなさなかった人生でしたが、あなたたちと過ごした日々はまるで
マスター。リアンヌ様、ずいぶん心配をかけましたね、ロゼ。ですがあなたという生涯の友人と出会えて本当によかった。ありがとう、優しき魔女よ。このアホ、それはこちらのセリフであろうが。ラウラ嬢、エースの名があなたという未来へと受け継がれたこと、とても嬉しく思います。ビクター卿、ルグイン伯にもどうかよろしく伝えてください。賜りました。リアンナさん、俺はあの時の赤子が感慨深いものですね。勝手な話かもしれませんが、息子がいたらこうなのかとも無双したこともあります。彼との対決、おそらくあなたにしかなし得ないことでしょう。せめてわずかに残った力を。これで私の旅もようやく本当に終わりです。ドライケルス、いつかまた女神のもとで。戻ってきたのか。もう朝みたいですね。あ、マスター、デュバリー、泣くな。マスターは果たされたのだ。うん、団長と同じ顔してた。きっと悔いはなかったと思う。ああ、お前さんたちは俺たちにちゃんと残せたってことだ。そうじゃな、わずかに残されし力を灰と剣に託したようじゃが。銀の力の断片が吸い込まれていきましたね。形状は変わらないけど、どこか雰囲気が違うような。そうか、これは聖女の置き土産か。今のってバリマール、お前が喋ったのか。うん、限界では久しいな、リーン。銀と聖女の力によって呪いの枷もようやく外すことができた。そして彼女も。うん、ほんとすごい人だよね。これは夢、いや。ミリアムさん、冗談なら許しません。落ち着いてよ、アル。夢でも冗談でもないってば。聖女さんと銀の力なのかな。なんか
出られるようになったみたい。あくまで思念体だから実体があるわけじゃないけどね。そっか。って軽すぎるだろう。もうなんて置き土産なのよ。感謝する聖女よ。本当にあの方らしいというか。あの格好つけが最後まで子憎い真似をしおって。達者でな我が友よ。やれやれ間に合わなかったか。あんたは道化師現れたわね。そんなに警戒しないでおくれよ。昔馴染みとして彼女の最後を見届けに来ただけさ。彼らと同じく。姉さん、レンちゃん、ヨシアお兄ちゃんも、ブルブランも含めて顛末を見ていたみたいですね。ああ、我らが公演を手伝いに来たもう一つの理由でもあるからね。ババ様が向かった後、なんとか霊視で終えてよかったわ。そう言ってしまったのね、あの人は。素敵なお姉さんだったわね。何度もお茶に付き合ってくれたし、レーベと手合わせしているのを見ているのも好きだったわ。そうか。僕の心が壊れていた時も何くれとなく気にかけてくれた。寂しくなるな。本当に感謝する。本当にいろいろな人に慕われていた方だったものね。はあ、結社としては総国に食い込む駒を失った形にはなるけど、まあいいか。名手も気になさらないだろうし。あんた一人だけ敵側のくせにズーズーしいじゃねえか。いや、今はなしにしよう。そちらも争うつもりはないんだろ。そりゃあね、僕だって寂しくないわけじゃない。そんな気持ちになれるのがちょっと不思議ではあるんだけどね。カンパネルラ、相変わらず食えないこと言うか。さてカンパネルラ、せっかくなので答えてくれるかしら。総督が言っていた兆し、そして最後の舞台とは何のこと。そういえばそれがあったわね。察するにここにマクバーンや千機のお姉さんがいない理由かしら。確かにあの戦闘橋なら観戦に来てもおかしくねえが。それにマクバーンは聖女と並ぶ結社の古株だったはずだ。タワーから去ったばかりとはいえこの場にいないのは気になりますわね。すぐにわかるんじゃないかな。ちょうど始まるみたいだしね。ほら、みんな、あれ。今なんだか。ああ、何かが光ったような。教官リン、大丈夫だ。だがこの気配は、何かが現れやがったのか。この方角、やはりあの地でしたか。ええ、間違いないでしょう。
大丈夫か君たち。カレイジャス2。あ、オリビーさんですか。すまない、すぐに乗ってくれたまえ。エステル君やロイド君たちにも一旦乗り込んでもらっている。帝国各地で異変が発生してるの。まずは中西部の外れ、辺境のオスギリアスボンジ上空に。聖女さんに挨拶できなかったのは残念だけど、まあこっちに来て正解だったかな。ああ、祭りの始まりだ。なんだ、あれは。あなた、白い杭、どこかで。何か知っておらんのか。さすがに聞いていないわ。だけど、なるほど、列車砲でも飛行戦艦でもなく、これこそが彼らの。騎士が言っていた真の切り札か。そうか、かつてノーザンブリアに現れたという。
なことって。ああ聞いた話と同じだ。クソ、なんてものを呼び出しやがる。なんだあれは。なんて巨大な。帝都市民の皆さん、どうか落ち着いてください。あれは我らを脅かすものではありません。帝国の明日を切り開くためのものです。ご紹介しましょう。あれこそは対共和国戦における最終兵器。エレボニアに永劫の勝利を約束する幻想起動要塞です。幻想起動要塞そうか、そんなものがあるなら。ええ、共和国になんて負けない。うん、大陸すべてを相手にしたって。エレボニア帝国万歳。帝国の未来は任せたぞ。あれこそが1200年前知性の祖先が築いた幻想起動要塞トゥアハデダナー、最終総国の舞台となります。いよいよか。幻想起動要塞、あんなものがあれば共和国など。あれをもって飲み込むつもりか、すべてを。ええ、世界の終わるその時まで。帝国軍総司令バンダイク元帥、皇帝陛下の名代としてヨルムンガンド作戦の最終発令を命ずる。明日の正午をもって宣戦布告。共和国その他への侵攻殲滅を始めたまえ。マーベラス、ランクアップだ。ほんの気持ちだ、受け取ってくれたまえ。